いや本当でもこれすごいですよ。すごいっていうのは伝わるかわかんないですけど。はい、こんにちは。札幌占い美容室葉山明石の後藤です。髪型ってどんな感じにしたいですか？あ、そっか、アプリで持って、携帯で持ってきたんですよね。あ、携帯で持ってきたんです。はい、ちょっとそれを見せていただきたいんですけど、方、わかるかな、これ見えてますかね。でもちょっと見えないかな。ちょっと多分なんかこのすごく綺麗な方の写真、僕よく見るんですよ、これまとめサイトとかで。わかります？今現状モデルさんそぎがめちゃめちゃ入ってるんで、そぎが中間結構毛量があって、耳下からのそぎがすごいドワーッと入ってしまってるんで、毛先の質感に関しては多分ちょっとパサパサしてしまうと思います。これはもうカットのベースがそぎになっちゃってるんで、そこはもう仕方がないかなと思うんですけど、なるべく、この辺のポイントですね、ここは多分普通にパーマかけてもこのシルエット絶対出ないんで、ここに矯正みたくちょっと入れていかないとダメかなと思うんですね。なのでまあちょっと矯正入れたような通常のパーマやってみようかなって今日は思います。はい、ちょっとここがもうポイントですね。8ラインがそこをいかに抑え入れて、れるかみたいな感じですかね。前髪はどうなんですか？前髪もこんな感じ。ハードル高いですね。かなりハードル高いですね。はい、ではパーマをかけていきます。ちょっとまあ、お時間の方がちょっと微妙なので申し訳ないですが、ちょっと浸透剤つけてそのまま巻いていきます。今パーマ液の浸透剤を先につけております。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、でこれ後でシャンプーするので、この段階でパーマ液つける前にある程度決めておかないとダメなのは、どこまでちょっと矯正入れるのかなっていう部分なんですよね。で、まあ、スタイルによるんで、今回のスタイルに合わせるんだったらっていう感じで、ちょっとまあこの8ぐらいのところですね、ちょうど8の下ぐらいですかね、ここのところで1回止めます。でこっちも8のところで止めるんですが、前髪はいけるかな。では実際にパーマ液をつけていきましょう。今日はポンプでいきます。こちらのポンプですね、ここにパーマ液を入れております。まあ、詳しくは、メッセージをいただければ、はい、こちらの方にポンプで、あ、後ろ見えた方がいいですね。ポンプ、はい、つけますよ。ここからパーマはこの状態から始まってると思ってください。なのでパーマっていうのがスピードが一番です。パーマって綺麗に巻かない方が絶対綺麗に巻けるって前も言いましたけど、内輪と外輪の差があるんで、綺麗にピタッと巻く方が綺麗にウェーブが入りません。なので結構力入れないでやった方がうまくいったりすることもありますね。でこのように泡を今溶くして入れますね。でこれをこれで今ちょっとかけていくんですけども、まあ中間水性もできるので泡だと、そういう意味で泡にしてますね。はい、今つけました。で、巻いていきます。
もう最初に取ったところをもうとりあえず巻きます。ここね、外跳ねか迷ったんですけど、まあちょっと安全牌で内巻きにしました。なんか外跳ね失敗するとちょっと厄介なので、はい、バックに入ります。で、バックの一番下は結構ちっちゃいので巻かないとかかんないんで、ちょっと下見てくださいね。ちょっと下いけますか、すいません。大丈夫そうですか、はい、2段でも巻きます。ライトで暇あったら巻いちゃいます。なんかセンター細いんで、なんかセンター1個でいけますね、もうこういうところは。で、このセンターは結構弱いと絶対やばいんで、ちょっとあえて強めに巻きます。中の方はここかかってなかったら本当かかってない感じになっちゃうんで、はい、今度ミドルです。はい、ここは3つに分けます。毛の厚さをしっかり確かめて、だいたいもう感覚で速くなれば取れるようになるんで、で、ここちょっと危険なんですけど、ここはちょっと あのロット若干大きめの方がいいですね。ここちっちゃいとなんかちょっと古臭い感じになっちゃうので、髪はすごく肝心で、ちょっと1個ゴムかけを緩くかけてください。で、前髪のアルピニンが本気で肝心なんで、ここは綺麗に痛くないようにこうなるように、こういうことですね。綺麗です。で、ちょっともう一回バックにして、そしたら、あらかじめこのクリームのものを作っといたんですけども、これ矯正のとこですね。で、ここに泡を足します。余った泡を足していくんですね。そうするとちょっとクリーミーな感じになるんですけど、ちょっと泡を足していって、今見せますね、どんな感じになるか。はい、こういう感じです。はい、で、泡とこのクリームをやるとホイップ状になっていくので、このホイップ状の状態で塗っていきます。こんな感じですね、ホイップ状になってきますね。はい、まあ、薬とかはブログに書くかもしれないですね。はい、まあ、できれば皆さん動画、皆さん全然リアクションしてくれないんですけど、よければリアクションしてください。で、ちょっと今、ごめんなさい、
で今つけてるのは矯正ですね。ほら、まあこれ普通にストレートドッグしてるだけなんで矯正みたいな感じだと思ってください。まあこんな感じですね。これで今だいたい10分ぐらい経ってるんで、もうちょっと時間を置いてですね、8時ぐらいにスタートして、今8時40分ここで今40分ぐらいですかね。時間、いやラップしないかな、うち基本的にターバンもラップもしないんで、今日はすいません、このまま置きます。はい、今、中間推薦終わったんで、中間推薦の時に、このアルピニングを外してください。外さないと裏面まで水が通らないので、またちょっとね、またこれ R やるような感じ、大した時間かかんないですけど、こんなのやっと。これをもう一回ちょっとやってください。その方がしっかり中間水栓で薬剤が流せますので、そこは肝心ですね。そのままピンしたままやってもしっかり流れませんので、そこは徹底していただいた方がいいと思います。なんで本数をいかに巻かないかっていうのもポイントかと思いますね。あんまり巻きすぎるとやること増えちゃって、でこの間もこれパーマの一液って今これ流してますけど絶対落ちてないので、パーマっていうのはこの間もずっと軟化してると思っていただいた方がいいと思います。なんでだからそういうことですね。はい、乾かします。でトリートメント剤としてはこのヘナウォーターなんですけど、こちらヘナウォーターをつけて、このキトサンが入ってますから、このヘナウォーターを全体につけてトリートメント剤として使います。こういうような感じでですね、どうでこういい匂いしませんか。ハッカの香りがオーガニックな、そうで、これをつけて乾かして、トリートメントですからね、ちょっと溶かしていただいて、乾かしていきます。よいしょ。では乾かします。
でアイロンを入れていくんですけれども、まあ、なるべく蜂のラインをいかに、タイトにっていうんですかね、タイトになるような感じにちょっとやっていきます。アイロンの熱からも守ってくれますし、熱定着してくれるので、ちょうどいい感じですね、使うと。3センチから5センチの癖を表面は残しておいた方がいいんで、そこはアイロン入れません。そうすることによってそこが潰れちゃうとちょっとバランスが悪くなって菱形になりづらいので、そこは入れない、あえて入れないですね、触らないっていう感じです。なんでこの部分は入れません。はい、反対の方も入れていきます。で、この巻いてるロットっていうのが実はこれ黙ってこのまま放置していくわけですけれども、これが自然な自然にこうガラス化してくれるんですよね。天然ガラス化っていうか、でトリートメントもつけてるんですけど、ケラチンとバキト酸関係つけてるんですけど、自然にガラス化してくれます。自然にクリープして自然にガラス化してくれるんで、これ最強のパーマなんですけど、ただ時間がかかるっていう。例えばその同じパーマかけたければパーマ巻いてもうずっと置いとけばいいんですね。そのまま放置するっていうか、一液つけてで黙って放置しておいたりとかして自然と乾いてくると思うんですけど、結構最強なんですよね、そのパーマ自体。まあ、熱、電子パーみたく熱入れるのもいいんですけど、ただ何時間も置くって、まあ、実際結構難しいので、まあ、そんな感じで自然にこの辺はクリップされてガラス化していくっていうような、感じです。なのでありがたいですよね、何もしなくていい。こうやってやりながらもちょっと乾いてくれたりとかしてるので、でこの表面ですね、表面の根元はならないようにして、表面のここですね、ここはかけないようにします。で中間からかけていきます。
がね厄介なんですよね、まあ、特にあのスピエラとか使ってるところとか結構最近ちょっとびっくりするのがスピエラってお客さんから電話でスピエラっていう単語が出てくるんですよ最近。スピエラって知らないですか？知らないです。いや、わかんないですよ。ヒデさんでも知らないですよ。スピエラパーマ矯正やってますかっていう YouTube で見たんですけどとか、例えばですけど、結構そういう風に業界用語で言ってくるっていう、薬の名前なんですけど、結構時代が変わったなって思います。お客さんもやっぱその知識がすごくある方が多いんで、美容師さんももっと頑張って勉強しないと、お客さんの方が知識あったりとかする、今ネットで調べられるじゃないですか、ね、でも、まあ、本当にお客さんすごく詳しくなってるんで、結構すごいですね。スピエラっていう薬があるんで、新しい薬があるんですけど、新しい人は新しいんだけど、その薬のもう扱ってますかっていう、それでかけて矯正をかけてほしいんですけどっていうような注文が入ります。すごいですよね。マニアックじゃないですか、そのお客さん。デザインを作るのもやっぱりデザイン作っていくのも一つですけど、そういうやっぱりケミカルとかも、まあ、僕も全然ちょっと知識はあれないんですけど、ケミカルも勉強していかないと、あのバランスがちょっとダメかなっていうのが思いますね。やっぱりその何もデザイン作ったとしても、写真で一時的にかっこよく見えても、実際そのモデルさんが普段生活するときにバッサバサだったら全く意味がないって思うんで、まあ、撮影もかっこよくできて、普段のモデルさんもかっこよくスタイリングできるっていう状態をしっかり作っていかないと、ただのなんか自己満で終わっちゃうなって思っちゃうんで、やっぱりそこはあのケミカルの力、ケミカルの知識ですかね、そういうのもしっかり必要かなと思いますね。でそれがあってデザインが作れたらすごくベストなのかなって、今の時代性的な感じで考えると、そういう部分なのかなと思います、まあ、僕が語れるようなレベルではないんですが、オイルなんですけど、この BBK オイルってこれちょっと見えないですね。BBK オイル、これ、まあ、ちょっと水で薄めて、まあ、あのデジ巻くんですけど、これ、これすごいのはオイルなんですけど、混ざるんですよ、このオイル。喧嘩しないんですよね。まあちょっと言ってることは分かんないかもしれないですけど、この混ざるオイルって珍しいんですよ、めっちゃ。これすごいんですよ。オイルなのに活性剤なくて混ざるんですよ。これはもう優れものです。で、これがデジ巻くんですが、ここにもう巻いていきますね、時間もったいないんで。で、BBK のオイルつけて巻いていくんですけど、はい、これでちょっと濡らしながら、ね、なぜオイルここ使うのかって言ったら、まあちょっとね、熱から守ったりとか、そういう部分もあります。いや、本当でもこれすごいですよ。すごいっていうのは伝わるか分かんないですけど。
まあ、ほとんどこの辺はねかかんないですね、これだと。まあ、巻いてる回転数からしてもほぼかかんないですけど、まあ、ニュアンスです。下のつながりが欲しいんで、そこをこれで作ります。はい、今日も早任せの動画見ていただいてありがとうございます。はい、今日のモデルさんも結構ねボブに変えて、パーマをかけてですね、かなり可愛く変わったんではないかなと思います。はい、今日もどうでしたか。いや、すごく可愛くできました。よかったです。本当ですか、はい、すっごいな。いいですね。ありがとうございます。はい、ということで、また頑張ってアップするので皆さん見てください。はい、ではですね、特に何もないので、はい、ではさよなら、バイバイ、また見てね。